もう終わり？ガチャリたいの。ああ、もっと。欲望に負けぬ。心が欲しい。再びやってきました。超極猫祭。私今回ね、望んでいるのは、悪魔に強いキャラなんですよ。皆さんお忙しいかと思うので、新しくね、出会ったキャラのみを紹介していきたいと思っています。では、始めます。お、2回目でなんか来たぞ。でも誰だかわからない。猫種バリエ。これは、見たことがあるぞ。結構ね、評判が良かったんじゃないでしょうか。猫アイス。欲しかったから嬉しいです。お？トゲルが？トゲルが。続きまして。初回限定。750円11連ガチャ。お願いします。超激レアは一人も出なかったんですが、プラチナのかけらが9個持ってたんですよ。ここで1個プラチナのかけらをゲットしましたので、最後にもう一回お願いします。お、見たことあるよ。鶴の恩返し。私が名前を知ってるってことは、結構評判がいいキャラじゃないかなと思ってるんですけども、超極猫祭後半としてね、結構結果に満足してます。では最後に今回ゲットした超激レアを見てみたいと思います。猫アイス。氷の世界より降り立った少女に心を奪われたにゃんこ、かっこ範囲攻撃。赤い敵の動きをたまにしばらく止める。次は猫種バリエ。呪われた剣によって通常攻撃は強くはないが、たまにクリティカル攻撃を出すことができる。メタルキラーニャンコ。そして3人目は3人目は鶴の恩返し。毎年湖の上で開催される鳥になるコンテストで最長飛行距離を叩き出した競技のにゃんこ。天使と浮いている敵をたまに吹っ飛ばす。かっこ範囲攻撃。あと誰だっけ？あとですね。トゲルが猫なのか何なのか全く正体不明の謎のキャラクター。でもね、これちょっとネットで調べてみたら、そんなに悪くなさそうなことを書いてたんですよ。実戦でも結構活躍してくれそうに見えたんですが、いかがなんでしょうか。今回も皆様のコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。